なんで秒針の音鳴ってんの？これデジタル時計だよね？にゃんにゃんにゃんにゃー、寒いんだわー。なんでこんな真冬に扇風機つけてんだ。なんか物騒なものに変わってるんだが、悪かった。もう顔面に扇風機当ててくれて構わないから。ダメだ、一向にカウントが止まらねえ。これはあと1分47秒で爆発するということでしょうか。魔理沙が起こるからだぞ。だからその件については謝るから、なんか不満があるなら聞くから。ダメだ、無言を貫いてやがる。そうだ、近所のチワワが入院中だったな。千バズルを作ってお届けしよう。間に合わねえよ。間に合わないだなんて、そんな、あのチワワは絶対退院するんだ。間に合わないって千バズルの方な。作ってる最中に防音だぞ。いや、山手線ゲーム、古代ビジュアル系バンドっぽい名前。いきなり喋り出したと思ったら無茶ぶりしてくんなや。いや、こいつごと来るのかよ。漆黒の打剣士。はぁ、はぁ、落とし穴。ポイントは音 N が大文字ってところですね。確かにありそう。そしてこの音と音が掛け合わさってるってところもポイントです。この短い時間でそこまで。そしてこの仕穴の部分。答えさせろ。時間は刻一刻と迫ってるんだよ。何長々とお前の架空の VK の名前の説明してんだよ。じゃあマリサさんどうぞ。ズル向け集団ツルツル。あ、すみませんすみません。ビクトリアサーロインステーキ。言って入れとけばなんか VK っぽいだろ。これだから初心者は初心者だよ。てかもう45秒しかない。45秒で何ができる。歌ってないでマジでなんとかして。 VK っぽい名前を答えればいいのさ。それ根本的な解決にはなってないのよ。実は今日は2日、そして今日の14時22分からの2分間だけ僕は生まれ変われます。生まれ変わったらこの爆弾も制御できます。そういうことは早く言えや。おいー、早くしろー。おい、これでミスったらもうやり直しは効かん。なんでまだ私のところにいるんだよ。マリサの膝の上が気に入ったご様子で。あと20秒しかない。もう、おしまいだ。安心しろマリサ、ここはくっそ簡単なステージだから。モヒカン一体でも勝てるステージだから。それを早く言って。猫ボンバー、圧倒的茶番の比率の多さ。お前の存在を知ってからというもの、もう会いたくて会いたくて。なんか危険そうなのは変わってなくない？よし、これでやっとあの場所に行けるな。あの場所？なんでも、経験値という蜜が取れる場所があるらしいんですよ。それをニャンコたちにあげると力が湧いてきたりするみたいですね。絶対今までもあげてきたよね。知らないふりするのは無理がない。でもそれが大量に取れる場所があるんですよ。霊夢さん、その話聞かせてもらいましたよ。あの場所に行くんですね。勝手に人の部屋に入ってこないで。ピンポン押して。霊夢さんもナコ株の一員にふさわしくなってきましたね。まあ未来の取締役社長なんで、今の霊夢さんなら使いこなせるかもしれません。あれ？この人に見壊れてんのかな。私の話伝するなんだが、え？何ですかこれは。イヤピントがお前らにしか合ってないんだが。これはナンピューターといって、勝手にナンコを排出してくれるコンピューターなんです。そんな便利なものが。逆に今までニャンコやってきて一回も使ったことなかったの？原始人なの？まあでも使い方を間違うと全滅してしまう恐れがありますが、今の霊夢さんたちなら大丈夫でしょう。ありがとう猫モヒカン、これで楽ができるよ。じゃあ早速その蜜が取れるという場所に行ってみるか。何が起こるかわかりませんからね。十分気をつけていきましょう。漆黒の打剣士。ここが蜜のある場所か。神秘的な場所だな。おい、あそこにあるのその蜜じゃないのか。あ、本当ですね。何あの黒い物体。推しです、黒沢監督。黒沢監督、ささ、もう一投球どうぞ。重い。そういえばこんなやついたな。下手すぎんだろ。まあそんなことよりこの経験値の蜜を持って帰りましょう。ふっふっふ、こんなにたんまり。おいお前何してんだ。え、経験値の蜜をいただこうかと。それは今黒沢監督がボーリングに使っているでしょうが。それはラウンド1でも言ってどうぞ。何ですか黒いゴリラ。ゴリラは大体黒いんだの。黒いゴリラっていうな。いやでも黄色いゴリラもいますし。黄色いゴリラっていうな。お前らがこれ以上黒沢監督の邪魔をするっていうならな、お前らにボーリングで絶対ガーターしか出ない呪いをかける。その呪い間違って黒沢監督にかけてない。まずはニャンピューターは切っておきましょう。了解っす社長。ニャンピューターはお財布レベルを優先させてしまうので、猫ボンを使わないときはお財布レベルが上がるまで切っておくのがいいと思います。やべえ、ニャンコの動画で初めてまともな説明聞いたわ。しかも今回はニャンコン語にもこだわってみたぞ。この3体で動きを止める効果がアップしている。そして猫ボンバーは黒い敵を必ず一瞬だが止める能力がある。必ず止めるってすごいな。そしてこのニャンコン語のおかげでこの止める能力がどうなるんでしょう。頑張って実況しようと思ったが結局できなかった系 YouTuber。 全員こうして足止めできてるし、いいとしよう。そして今回の新しい新メンバーはこいつだー。よろしくでゴリラの踊り食い。え、ゴリラの踊り食いって私ゴリラじゃないよ。ということでゴリラを美味しくいただいたところで。美味しくいただかないで。まあキモマロニャンは完全にコンボ要因なんですが。そんなこと言わないで、キモマロニャン泣くよ。続いてもう一人の新メンバーはこいつだー。
よろしくお願いします、ペケポッケペイ。なんかすごい強そうなニャンコだったけど、そんな間の抜けた感じのロビでよかったの。唐揚げくんが考えてくれたのにそんなこと言うな。ローソンのホットスナックになってますけど、よしひと仕事終わったし、何十ターンオンにして楽しますか。お財布レベル上げてないのでまだですね。はぁ、じゃあいつ楽できるんだよ。楽することしか考えてねえ。ぶってもあれだろ、でもそのボタン押せば何個出てくる仕様だろ。冗談はゴリラだけにしてくださいよ。裏では壮絶な戦いが繰り広げられてるんですよ。シュール、黒毛和牛味。あよゆうたさん見かけないと思ったら裏でこんなことしてたなんて。スマイル一つ。いや、嫌いじゃねえんだって。そして私はそれを見送るだけですね。楽してんじゃねえか。よろしくお願いします。いや大変なの、ユータさんで。お前なんてユータなくても楽してんじゃねえか。いや私だって見送るときにこんな構図で見送ろうか、それともこんな構図がいいかとか、いろいろ考えてるんですよ。よしなんてユータおーん。え、もうあとは何もしなくていいの。そうですよ、その間にこんなことしたって、こんなことしたっていいんです。バカだな。黒沢監督に言われてんと。まあそれに関しては同意するが。何かに合格したってということで、あなたはこちらに願える権利に合格しましたので、どうぞ願いしてください。私まだ首が座ってませんので、願えることはできませんわ。あかん坊かよ。知恵さん、仲間にならないってなったら容赦ないじゃん。おいレイム、ニャンコフォー溜まったぞ。それも放置しとけばいいんですよ。え、ニャンコフォーまで自動で売ってくれるの。当たり前じゃないですか。おー、お前も知らないからびっくりしてるじゃねえか。違います、浦島がめっちゃキックしそうな画像で驚いてたんです。いや、たまたま重なっただけだろ。気持ち悪い笑い方しないでもらえますか。いやでもそれにしても暇ですね。ジョジョ立ちっぽいポーズして遊びますか。また実況を放棄していくスタイル。ジョジョはネクラ物語なんか。終始体育座りのやつだったな。だから気持ち悪い笑い方しないでもらえますか。じゃあ次はサッカーでもしますか。よかろ。いやいや、黒沢監督は戦いに集中してくださいよ。いや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 、黒沢監督それボーリングの球ですって。負けられないんだ。なんて、あれ骨言ったな。黒沢監督、ボールは友達。怖くないよ。怖いよ、骨言ったんだぞ。見てみろ、震えてんだろ。遊びは終わりだ。はい、真剣勝負ですね。大丈夫かな。俺さ、勝てねえぞ。そりゃボーリングの球だもん。無謀通り過ぎてあたおかなのよ。黒沢監督もう終わりですか。無邪気な顔した悪魔だ。じゃあ次はセパタクロしますか。なんで足を使う競技ばっかりなんだよ。もうやめて。黒沢監督の足の指の骨は折れているのよ。よかろう。いや黒沢監督よかろうじゃないです。黒沢監督、黒沢監督、黒沢監督、また遊びましょうね。お大事に。